日本赤十字社の活動資金への協力方法として個別協力による例をご説明いたします。日本赤十字社は人間の命と尊厳を守るという人道の理念のもと、さまざまな事業を行っています。こうした活動は皆様からご協力いただいた活動資金により支えられています。活動資金募集へのご理解とご協力をお願いします。ここからは活動資金の募集方法についてご説明いたします。活動資金募集にかかる資材は4月号広報とともに配布しております。町内会の広報を受け取る担当の方のお宅に届いておりますので、町内会長などへ資材の引き継ぎをお願いします。また5月号広報とともに活動資金へのご協力に関するチラシをお届けいたしますので、広報とともに町内会加入世帯の皆様へ配布をお願いします。町内会長は組長などの地域で活動資金募集を行っていただく方に配布された資材をお渡しください。続いて配布する資材について詳しく説明します。組長へ配布していただく資材は資材番号2番カラー印刷2つ折りの日本赤十字社活動資金募集について、資材番号3番青色の用紙の日本赤十字社の活動資金へのご協力のお願い、資材番号4番カラー小冊子の赤十字は動いてる、資材番号5番緑色の用紙の報告書、資材番号6番赤十字シール、以上の5点です。ここからは町内会長などから資材を受け取られた組長など地域で活動資金募集を行う方への説明になります。日本赤十字社活動資金の募集にあたり、啓発を目的とした回覧用の資材をご用意しております。資材番号3番青色の用紙の日本赤十字社の活動資金へのご協力のお願いと、資材番号4番カラー小冊子の赤十字は動いてるを町内会加入世帯の皆様に回覧するなどして活用してください。町内会加入世帯の皆様から活動資金を募集します。日本赤十字社への協力はご本人の自由意思によるものであり、強制的なものではございません。また活動資金は500円を目安としてご協力をお願いしておりますが、自由な金額でもご協力していただけます。活動資金協力者に資材番号6番赤十字シールをお渡ししてください。またシールの裏面が受領書になっております。受領書の記入を希望される方がいらっしゃいましたら、日付と金額を記入し活動資金協力者へお渡ししてください。続いて資材番号5番緑色の用紙の報告書についてご説明いたします。報告書上部には地域で活動資金募集を行った方の組の名称、氏名、電話番号を記入してください。括弧1活動資金集計欄には組で集めていただいた活動資金の合計金額、協力者数を記入してください。報告書下部から裏面にかけては括弧2領収書発行希望者一覧となっております。こちらには2000円以上協力していただいた方と、確定申告で寄付金控除をする方など領収書の発行を希望される方を記入してください。また活動資金に協力していただいた方全員を記入していただく必要はございません。報告書に記載のあった方については後日日本赤十字社春日井市地区からご本人宛に領収書を郵送いたします。2000円以上の協力者には日本赤十字社愛知県支部から広報紙を発行いたします。報告書の記入が済みましたら、集めていただいた活動資金と報告書の金額が合っているかを確認してください。
余った資材については廃棄をお願いいたします。活動資金の集計と報告書の作成が終わりましたら、町内会長や会計など町内会の活動資金の取りまとめを行う方に活動資金と報告書をお渡ししてください。ここからは町内会長や会計など活動資金の取りまとめを行う方への説明になります。活動資金を振り込むための振込依頼書を作成します。振込依頼書は区、町内会、自治会名などが記入してあるものを予備と合わせて2部お渡ししております。ご依頼人欄などを記入していただき、振込依頼書を切り取らずに活動資金とともに銀行に持参し、お振り込みをお願いいたします。振込依頼書の詳しい記入方法については、振込依頼書が入った封筒表面に説明がございます。活動資金については振込依頼書で市内取扱金融機関の窓口でお振り込みください。なお、お振り込みの際に振込手数料や効果取扱手数料が発生する場合があります。手数料が発生した場合は一旦お立て替えをいただき、後日ご指定の口座に返金させていただきます。お振り込みをしていただくと、振込依頼書左側の振込金受取書が窓口で返却されます。活動資金を振り込んだことの証明になりますので、町内会の会計事務などにお使いください。また振り込みの際に手数料が発生した場合は、手数料に対する領収書が発行されます。次に質問票を作成していただきます。表面の括弧1の募集方法についての欄と括弧2の振込手数料についての欄を記入してください。続いて、振込の際に手数料を立て替えていただいた場合は裏面を記入し、領収書を添付してください。後日指定の口座に手数料相当分の金額を送金いたします。最後に資材番号5番、緑色の用紙の報告書と資材番号7番、桃色の用紙の質問票の提出をお願いします。返信用封筒もしくはレターパックライトをご用意しておりますので、切手を貼らずにポストに投函し提出をお願いします。最後に災害救護物資と火災見舞金支給制度のご紹介です。半焼以上の火災に遭われた方に対して、日本赤十字社からの災害救護物資として必要に応じて救急セット、毛布などを配布いたします。また活動資金にご協力いただいた町内会加入の被災世帯に対して、日本赤十字社春日井市地区から1万円を上限に見舞金を支給いたします。ご説明した内容は資材番号1番カラー印刷の日本赤十字社活動資金募集についてに掲載しております。再度ご確認の上、活動資金募集へのご協力をよろしくお願いいたします。